どうも、アルナナチです。今回の動画は北九州アクアショップバダスさんに遊びに行ってきましたので、アクアショップバダスさんのね、このアロワナオープン店内の様子、魅力めちゃくちゃ撮影してきたのでね、ぜひ見てください。あ、営業時間のね変更があるそうで、4月から前日13時から19時の営業、定休日が月曜日と祝日の翌日に変更になるそうです。それでは店内入ってみましょう。入った瞬間にね、巨大水槽、そしてそこには赤いアロナがいます。横を向いても赤いアロナがいます。もう非常に綺麗なアロナですね。アロナ以外のお魚もいます。またね、後ほどゆっくりと確認します。そしてまたぐるりと水槽があります。アロワナやね、ダトニオがいます。そして下段にアロワナ、この花も色が乗ってます。奥ですね、照明がエモい感じです。バダスさん、あのインスタの方を力入れて聞いてまして、インスタライブとかねやってて、まあ、店内の様子とかもね結構見た方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、またね動画後半でもしっかりと内容、店内の様子はっきりとお伝えしますので、今はねちょっとチラ見せですけど、まあ、全体のね様子、まあ、ショップ訪問プチ疑似体験みたいなね、まあ、店内の様子、伝わっていただいて、ここでね、しっかりとバダスさんとの親密度を視聴者の皆さんも上げていただいて、なおさらね楽しく動画本編見ていただければなと思います。ゲオやね小さいダトニオ思います。奥にねまた水槽あるんですけど、振り返ると最奥にはなんとひときわ眩しい方が座っておられました。詳細は後ほど本編で。またねここでちょっとお知らせなんですけども、アクアショップバダスさん、駐車場がね、まあ、目の前にあるんですけれども、駐車場の方ね提携しているそうで、見学だけでも30分無料になるということですので、ぜひね見学だけでも、よかったらお近くの方、まあ、またはね遠方の方でもお気軽にお立ち寄りください。ウェルカムウェルカム。今日はアクアショップバダスさんにお邪魔しました。はい、店長、アクアショップバダスの店長をさせていただいてます、リクモです。よろしくお願いします。ちょっとインスタライブとはまた違うので緊張しますね。はい、今日はよろしくお願いします。それでは、はい、ちょっと店内ちょっと見させていただきます。今後ろに映ってたこのアロワナ、はい、すごい綺麗なんですけども、はい、こちらは、あ、この子はですね、インドネシアの方からちょっと無理言って輸入させていただいた個体になるんですけど、もう今ですね3歳ぐらいなんですけど、もうこの子はやっぱりうちの目玉のこれ看板魚、看板魚、すごい赤みがとても強くて綺麗なんで、おすすめっていうか、じゃあごめんなさい、ちょっと緊張しちゃった。でもすごく綺麗なんで。店長惜しい、店長惜しい、惜しい、惜しい、みんな惜しい、はい、また別に推しがまた出てきますね。私の推しはまた出てきます。普段餌は人工の餌とビナゴを与えていて、食いつきもいいのですごく将来また立派な個体になるのではと期待をしている子です。すごい赤みが深い。そうですね、すごい綺麗な子です。
お値段とか見せてもいいですか？あ、大丈夫です。お値段ちょっと貼っちゃって、うちで今一番いい値段するんですけど、ちょっと250万ほどしちゃうんですけどいい値段しますね。いやでも価値はあるはずです、きっと。でもそうですよね、あの現地でもこういうお魚すごい高いんですよね。うん、ちょっと仕入れの時にね、仕入れ頑張っているってことですね。そうですね、仕入れもだからこの値段。はい、ちょっと餌上げてみましょう。おお、ちょっとこの子が一番食いつきのよろしい。もう一個いいですか？あ、結構激しめなんですけど。今何すか？あげてるのはこれは乙姫。乙姫の細かいやつ。そうですね。あ、浮上性の乙姫。あ、そうです。です1、2か3くらいですね。はい、細かいものをそんなにあの一生懸命食べるんですね。はい、もうすごい元気のよろしい。かわいい。元気よろしいです。元気よろしいです。待ってますね、次の餌。はい、もうないよっていう感じですか。こちらもすごいですね。この子は本当に私の推しの子ですね。推し、これが推しになります。私のもうとにかくパッと見てもうすごい綺麗な、はい、じゃないですか。はい、結構赤みが強くて、はい、今マインライトつけてるんですけど、この子の場合ですね、マインライト消しても十分赤いんですよ。で、この自然光でこの赤みが出る個体ってなかなかいないので、白ライトってことですね、この上部の、ね、めちゃくちゃ白いクリア系のライトで、はい、やっぱり一番お問い合わせがある個体ですね。今5歳ぐらいなんですけど、すごい綺麗ですね。この辺りがまあ、赤さもそうですけど、はい、全体的にすごいその5歳で崩れずに、また皮膚もツヤツヤで鱗もね欠けたりしないで、すごいね綺麗に見えると思います。胸びれもね長い。この子は天人も一切やってない。天人してないんですか？じゃあ、はい、蛍光灯で横から当てたりもせずに、もう自然にこれに成長して、もう本当になるほど、ここまで綺麗になる子って多分なかなかいないと思うので。すごいね、頭がツヤツヤ、うん、肌が綺麗。もう私のお気に入りの子ですね。店長お気に入りの、うおー、一押しのいい子です。はい、でお値段、はい、お値段なんと200万円200万円ちょっと貼っちゃうんですけど、これは確かに、もう確かに最高級に、はい、200万でこの子が買えちゃうなんてって感じですね。はい、はい、って感じです。一押しのもう完全にほぼ早い者勝ち。早い者勝ち、資金力のある方はぜひ。そうですね、いやでも本当にあの個人的なアロナラシ的感想でも、こんなに綺麗な、まあ5歳アダルトって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、年月の経った個体でこんなに綺麗なのってあんま見たことないですね。本当トップレベルに綺麗だと思います。綺麗なのでぜひね、肉眼で見てもらうともっと綺麗だと思うので、店頭にも来ていただいて、ぜひ足を運んでほしいです。これはこれはもう本当にあの見てこういう交流に育て上げたいなとか、なんだろう、理想の交流像を描くイメージを一回見るだけでも、個人的にはそういった意味で見るだけでもいいと思います。そうですね、全体的にあのフォルムというかもうがっちりと迫力があります。はい、もう早く私の推しをかっぱらってみてください。でも推しいなくなっちゃって大丈夫なんですか？あ、まだいっぱいいますので。あ、いっぱいいる。たくさん可愛い子たちがたくさんいるので、まあでもそうですね、ちょっと寂しくなっちゃうと思いますけど、なかなかいない子なのでおすすめです。特にこの2体ですね、だからうちの大目玉は大目玉この子です。
じゃ他のじゃあ推しの子もこれから見せていただいてもいいですか。そうですね、お願いします。はい、お願いします。はい、続いての子なんですけど、この子ですね、ヘイセットの、はい、ミドルになるんですけど、うちに最初来た頃は結構白かったんですけど、はい、もうここ2ヶ月ぐらいでもうこんなに赤くなってるので、うっすらと色が出てますね。はい、なんで将来 もっと明るく赤くなりますの です、ね、今1歳半ぐらいですね、この子が。今入荷してどのくらい経ったんですか。今3ヶ月3ヶ月、はい。なるほど、このうっすらと、なんだろう、オレンジの薄い色が出てきてますね。そうですね。でも、別にその赤ライトみたいなのも使ってなくて、ね。ないですね。白水槽でこんなに赤が生えるっていうのは、いい個体だと思います。鱗がちらついてていいですね。はい、メタリックで。はい、すごく、綺麗ですね。こちらが、ヘイセットミドルが、お値段の方が55万円になります。さっきと比べてあるのかわいい、かわいい、かわいいお値段。そう、あの200万超えは基本的にあの2体ぐらいしかいないんですけど。なるほど、これはそういう、もう本当に全体的になんか欠点も見当たらず、そうですね、なんか綺麗な、はい、見えます。あとはちょっとさっきから自分的に気になっちゃうんですけど、はい、ガトニオ、ガトニオいいじゃないですか。ガトニオリアルワンドすごい綺麗なのいいじゃないですか。綺麗ですね。はい、これはあのガトニオ、自分もガトニオ好きなんですけど、はい、あのこの子、はい、あのバンドがめっちゃ綺麗なんですよ。あの間にシミもなく、はい、で今確認、さっき確認したんですけど、はい、ギリギリエリメッカ、エリメッカじゃないかなぐらいな、まあちょっとそこはちょっとまあ微妙なところだったんですけど、腹巻きがねしっかりしてて、そう、下はね腹ね巻いてた、ね、下から見て確認しました。でしかも、ね、さっきから泳ぎもいいし、水がよく泳ぎ回るのと発色もいいっていうのがね、はい、非常に。ありがとうございます。魅力だと思いました。かっこいい。ミューコティットかっこいい。はい、こちらのガトニオもね、さっき確認したんですけど、すごい。ポジスのバンドが繋がってて、こちら反対側なんですけど、またね、ちょっと、これも、ぜひこうセットで買ってほしい。そうですね。もう一緒にセットで。ミューコティット。仲良くしてくれると思います、この子たち。ぜひ、ご一緒に。店長もペットについてくるか。ついてきません。ついてきません。この子たちだね。すいませんので。店長の愛情はついてきますけどね。店長の愛情はついてくる。もう漏れなく。恥ずかしいな。あ、下にもなんか。そうですね。この子がですね、インドネシアの現地マニアさんから一本抜きで。譲っていただいた子なんですけど、もともとですね結構赤かったんですけど、ちょっと色飛びしてしまってなんですけど、今が2歳ぐらいなので、もともとすごい赤かった子なので、成長するにつれ赤くなる子だと思います。でこのほっぺたのところが全体的に真っ赤がかかってて、すごく綺麗な子ですね。ちょっとすごい人が好きなものを言ってくれて、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、しっかり先まで赤い子なので、いやバダスレッドミドル、そうですね、バダスレッドミドルでお値段70万ですね。70万、はい。じゃあ詳しく見たい方はですね、ちょっとこの子は別のチャンネルにも出演中、別のチャンネルの出演中、はい、こちらの方でまた詳しくチェックしていただいて、ちょっと暗くて分かりにくいかもなんですけど、お願いします。はい、はい、
で、この子ヘンキレッドのミドルなんですけど、ヘンキレッドにしては珍しく体高があって、スプーンヘッドで、頭もですねスプーンヘッドで、なんといってもこのヒレの長さがすごくいい個体です。で、ちょっと見たら分かるんですけど、鱗の中までですね、ちょっと中の方まで赤みが入ってるので、将来もしかしたらベタ赤になるかもしれないですね。その可能性を秘めたちょっと珍しい個体になっております。なんか確かに体高はあります、体高あります。なんかちょっとセミショートっぽいような見た目にも、はい、なんか個人的には見えるような感じしました。あ、胸びれがそして長い。そうですね、もう綺麗で、ヒレが長くて、顔もいいですね、はい、いやすごい、水も綺麗で管理されてて、はい、そこに映る綺麗なアロワナがすごい映えます、はい、ちょっとあんまりこういう個体ないんで、はい、結構おすすめですね。店長も綺麗で映えます。それはそうですね、それはそう、それはもう店長みたいな個体は結構いるんですか。店長みたいな個体しかいないです。見たらわかると思うんですけど、こんな綺麗な店長の個体はみんな綺麗ですよ。やめてくださいよ。もう自分も何て言ってるか分かんなくなっちゃってすいませんでした。私がやばいです。 YouTube お茶の間みんな特感です。もう今笑いの渦に包まれてます。いや、胸びれすごい長いですね。そうですね、この子の特徴です。 なんかあ、体高があって、はい、あのなんかね、顔もいいし、スタイルが全体的にいいから、なんか胸びれもこうやって広げて泳ぐと、なんかすごい、なんか長く、いい感じに見えるんだなって、なんかちょっと伝わってきました。で、この子、ちょっとお値段。お値段の方が85万円。85万円。でも、珍しい個体なんで、はい、まあ、妥当なお値段かなと思います。なるほど、はい。ぜひ実物をね。そうですね。全部見てほしい。はい。飛行機みたいに、はい、羽じゃなくて、胸びれを広げております。では次の答えお願いします。はい。じゃあ次の子はこちらになります。はい。私の第二の推しの子です。第二の推し。はい。第二の推し。はい。第二の推しです。このすごい重要なカードをまた切ってきましたね。これ綺麗な感じが私はすごいお気に入りなんですけど。はい。大体2年前にですね、うちの社長がですね、はい、こう買ってきて、で、はい、2年前 ?2 年前ぐらいですね、はい。で、買ってきて育ててたんですけど、プロ水槽で買ってたみたいで、ちょっとその時は、はい、綺麗にお腹まで赤み巻いてたんですけど、はいはい、そのプロ水槽の時は赤が全体的にあったと。あったんですけど、はい、まあ、ちょっと白に変えて、はい。なるほど。まあ、そうですね、白でなんか全体的になんかクリームがかったピンクじゃないですけど、 そんな感じの、はい、でもこれからまだまだ高くなると思います、はい、でもこの私が私的にはこの色が一番ちょうどいい感じなんですけど。なるほど。私はこの感じが陸の店長的にはこの色が今淡い感じでがベストな感じですね。どういった点が特に、もうシンプルに私はもうヒレが可愛いと思います、ね、はい、この尾びれが、尾びれがのグラデーション、尾びれのこのグラデーションが、はい、あ、オレンジから先っちょピンクになっていくみたいな、はい、そういう濃いピンクになっていくみたいな、はい、変化の、あ、確かにこの尾びれすごい可愛いですよね。さすが店長、見る目がすごくいい。いや、でもこう来たお客様とかがよくこの子可愛いって言いますね、綺麗この子ってよく言ってます。ちょっと人見知りしちゃう子なんですけど、この子はなんかさっきオーナーさんも言ってたんですけど、はい、なんかこの色でも本当に人気があるというか、こういうね色が本当に好きな方もねいらっしゃるし、今白水槽で管理してるのも、はい、まあね、赤の面積を広げる、はい、発色面積を広げて、あとね最後黒水槽で仕上げるのもいいんじゃないかなって聞きました。そうですね、この子がお値段の方が、はい、お値段の方いっちゃいますか。70万円、70万円になっております。でもすごい綺麗な子なんで。そうですね。ちなみに2年前ってちょっと聞いて、ちょっと、はい、ずっと思ってたんですけど、はい、2年前は陸の店長 JK だったんですか。2年前陸の店長は2年前でしょ。2年前は
ギリギリ JK じゃないですね。2年前は JK ギリギリではない。2019なんでギリギリ違う。え、でも卒業したてでした。卒業したて、卒業したてだったかな多分。僕の店長が卒業したての時に入荷された答えがこの子になります。この子になります。いやでも本当にいいプロポーションですね。本当に、はい、店長の言った通り尻尾のエッジのグラデーションというか、はい、ね、色の変化の仕方が本当に魅力で、今このレッドアラーの時のね、その素質というかが今、はい、閉じ込められてる感じはしますけども、はい、これをねどう発揮するかも、まあ、このままで買うのかもその次の飼育者さん次第。そうですね、もうその方にお任せして、マカニセルもよし、このままでもよし、な、綺麗な子です。すごくおすすめです。この子はお気に入りですね、私の。いやすごい。この大きい水槽のおいくつですか？おいくつ？この水槽のサイズは2700の1200の800です。え、陸の店長は？私は160センチです。店長がね、このが可愛いですね。可愛いですね。めっちゃ可愛いですね、これ。いわ、可愛い。75センチくらいですね、およそ。そうですね。ちょっと測っていただいてもいいですか。この子は、大体そうですね。今、ピッ、ピッタそんぐらいです。ちょっと興味持っちゃったみたいですね。目測どんぐらいですか、店長。75です。75。70から75ぐらいですね。可愛い。イルカみたいな顔してる、非常に可愛い。この子たちは、ね、基本的に社長が飼ってるペット。オーナーさんが、オーナーさんのペット。エイもいます。高そうなエイ。まあまあのお値段するのですが、やっぱり。プライベートフィッシュってことですね。そうですね、この子。とりあえずは。うわ、レッドテールキャットもいます。あ、かわいい。ちょっとショート、あ、ショートですね、これは。そうですね、かわいい。ありがとうございます。じゃお願いします。はい。じゃあ続いてはこちら、ルブックブンタールです。ルブックブンタール、はい、この子は先日2匹売れまして、で残りの1体になるんですけど、ルブックブンタールの中の残りの1匹。そうですね、残りの1匹なんですけど、はい、このまず金色ぶりですね。はい、この見事な金ぶり、24金の、はいはい、この彩覚がですね、はい、私はすごく一見しけとならではの彩覚なのではと思います。本当にこのしっかりはっきりした輪郭が、はい、コントラストいいですね、はい、でも隣と比べてもらったら、はい、この子は化石金魚なんですけど、はい、やっぱ金色の感じがまた全然違う。マレーシアさんの、はい、はい、このことは、まあ、確かに、まあ、まあカメラのね、やっぱどうしても肉眼とは違いますけれども、金の発色の仕方が、金色が全然違います、はい、ちょっと奥の方に行っちゃってるっていうのも。そう、こっちへ来い。ああ、確かに、まあ隣に全然違った感じですね。もうこっちのルブックの方はもろ金箔がほっぺにあったみたいな、はい、顔が私はすごい。こちらのマレーシア産の、でもまあこれも十分綺麗な子なんで、綺麗に見えます、はい、で割と性格も温厚で。温厚ですか、はい、一緒にいるオスカーあまりうまく混泳してる感じですね。全然喧嘩とかもしないので、可愛いです、性格が可愛いです。この子餌は何か食べる、何でも食べるんですか？それとも、そうですね、餌はもう同じように乙姫の。え、乙姫食べるんですか？はい、毒やつをあげてます。こちらが12万円稼ぎんです、はい、そしてルブックが50万円になります。50万円、はい、でも本当に金質が違いますね。ちょっと自分もカメラで撮影してて、このカメラで本当に同じような色出してるかっていうとちょっと難しいところはあるかと思うんですけども、ちょっと本当に金質が感じなので、確かに綺麗です。この子は
て、まあ、このね、カセキングちょっと鱗とかね、まあ、個人的なイメージなんですけど、結構神経質な個体が多くて、鱗とか欠けちゃったりとか、そういうこともあるんですけども、この個体は本当にあのね、先ほど言ったように輪郭がもうものすごい綺麗で、管理されてます。というのが伝わってきます。はい。もうすごい、すごい綺麗です、鱗が。はい、すごい綺麗です。私もね、はい、私も綺麗でーす。こういうとこですよね、きっとね。はい。バダス公式チャンネル概要欄へバダス、はい、次の答えお願いします。はい、続いては超レアな個体となっております。超レア、はい、超レアな個体となっております。ショートの三石ハイギなんですけど、はい、まあ、この子ですね、はい、現地からまた2本2匹ですね、はい、連れてきた子なんですけど、1匹も売れちゃったんですけど、はい、あ、はい、あ、ショートの中でってことですか。そうです、そうです、そうです。なぜならこの子は2匹一緒にいたんですけど、はい、1匹売れちゃって、はい、でこう注目してほしいのがですね、背中の鱗がですね、はい、1列に通ってるんですよ。1列に背中が、はい、通ってるのがちょっと分かりにくいかも。上から撮れなくてすいません。でもね、三石入りでも一直線に鱗がなっていると、はい、まあ、ショートで三石ハイリンっていうのがすごく珍しい個体だと思うので、はい、このショートがすごい綺麗なショートですよね。そうですね。でこの子も人工の餌を、あ、人工の餌食べるで、はい、ありがたい、はい、まあもちろん人工の餌食べるということは別にね、人工の餌を与えなきゃいけないってことじゃないと思いますけど、なんかいろんな餌に、ね、うん、餌付きやすいというか、はい、なんか冷凍餌とかね、もうそうですけど、なんか何でも食べてくれることですか。そうですね、食欲もあってすごく元気な子ですね。で超レアなんで、はい、さっきのルブックもそうなんですけど、はい、超レア、もうなかなかですね、はい、入ってこないような子なので、なかなか入ってこない、確かに目も綺麗ですからね。そうですね、まあ、自分がね、あのまあ見た感じなんですけど、まあ本当全体的に、ね、綺麗な個体だなというふうに思いました。まあ、これ三石ハイリンなんでね、まあ、レア度も高いと、まあ、撮影しながら、まあ、見た、ね、感じですと目も、ね、すごい綺麗には見えたんですけども、まあ、しっかりと、ね、まあ、高いお買い物ですので、しっかりと、現物を確認したり、お店の方にご確認をよろしくお願いします。いや非常に全体的にバランスがいいなというふうに思いました。アロー78が見た感じでも目すごい綺麗です。本当に。星ポイントも。目すごい綺麗です。ああ、よかった。澄んだ目をしています、はい。ありがとうございます。うちの店長の目も澄んでますか。澄んでますよ。もう純粋極まりないので、私の目は。大丈夫ですか、カラコンつけてますけど。カラコン、カラコンがついてるって言ったんです。はい、はい、お値段いきましょう。お、じゃあ。お値段いきます。この超レアな答え、一体、お値段は一体、62万円になりますね。なんと62万円、はい、ちょっとですね、まあ、やっぱり超レアっていう超レアでこれ、ね、ちょっと値段張っちゃうんですけど、まあ、でも本当顔もね、はい、すごい三角形 で、うん、でそのおでこのとこからクイッと盛り上がってますからね、はい、なかなかない形の個体だと思いますので、はい、洋魚群、あ、この間これ、はい、インスタライブでゲリラセールした個体群。そうですね、もうなんと、はい、この19万8千円の洋魚たちが、はい、当時というか先日ね、先日ですね、インスタライブで30分間限定でなんと、はい、あ、そうか、ダメだね、すごい金値段で、ね、やったんですよね。金額は内緒だったんですけど、はい、バタバタでね、いや、すごい、この子たちは本当に元気がいい子で、元気がいい、とにかく元気がいい子で、私はよく静かにしなさいって怒ってたんですね。なるほど。なんですけど、まあ、すごい綺麗な子たちで、はい、いや、すごい綺麗な子たち、はい、成長が見込める子たち、これが成長したら先ほど紹介したようなペンキレットのミドルサイズになる可能性があるということですね。はい、とか、まあ、こういう子たちだけじゃなくても、はい、
あ、ハセだったり、ね、はい、他にも幼魚群がいると、幼魚群が化石類ですね、こちらは、はい、化石類のお値段もね、だいぶ、はい、お優しいお値段だと、確かに20ちょいあると思うんですよ、20ちょい20ちょいぐらいですよね、そうですね、ありますね、20ちょいあって6万5千円、安心安全のサイズ、はい、まあ、小さすぎる幼魚ではなく、はい、20センチぐらい、これ餌は何に普段されてるんですか、この形も人工の人工飼料、じゃあ、はい、結構基本的に人工飼料が多いですね、基本的にもみんな人工あげてますね、大きい水槽に関しては、はい、冷凍のキビナゴとかあげてるんですけども、基本的にみんな人工も食べてくれる子たちばっかりですね、なるほど、はい、あの、ゆくまさんちなみに普段何食べてるんですか、普段私はですね、もうとにかく麺が好きなので、はい、やっぱり福岡県民なんで、はい、昨日もラーメンを食べました、何ラーメンですか、ラーメン、ラーメン、ラーメン、福岡というと何ラーメンなんですか、豚骨です、でも普通に本当に豚骨ラーメンなんですけど、はい、まあ、私はラーメンより推しはうどんです、じゃあうどん、やっぱ福岡県民なら分かると思うんですけど、福岡ってうどんが美味しいんですよね、福岡はうどんが美味しい、はい、ぜひうどんを食べてアロワナを見て、はい、いただけたらなと思います、ありがとうございますはい、ちょっとですね、私から無理言ってどうしてもご紹介したいお魚があるので、はいはい、ちょっとそちらの方を撮影していただきたいなと思うんですけど、はい、こちらになります、はい、ちょっとね、先ほどここを見たあれと一緒だと思うんですけど、はいはい、お勧めしたいのはこちらなんですね、あ、ディスカスです、ディスカス、はい、もうこの子たちが、私がですね、社長に置いてくれと、はい、ディスカスを置いてくれと頼んだ私の憧れのお魚となっておりまして、はい、もうとにかく可愛いんですよ、可愛い、はい、でもちょっとね、アロワナのチャンネル見てる方からするとね、いらねえよと思うかもしれないんですけど、もうすごいですね、今、はいはい、10センチ弱なんですよ、はい、みんな個体として、はい、で今だんだん人慣れしてきて、もうこうするとすごい慣れてますよね、すごい可愛いです、もうこっからもう餌が与えられるみたいな感じ、定位置、待ち、餌待ち、待ってますね、もう人慣れもして、はい、寄ってくる子たちなので、はい、でもディスカスにしてはこちらのお値段なんですけども、すごい良心的なんですよね、はい、個人的にはなるほど、はい、ディスカスって言ったらちょっと高いイメージありますもんね、もう手に入れやすいし、はい、いいので、はい、みんな温厚な子たちばっかりですごく成長も見込める子たちなので、はい、もう本当に私の一押しの子たちはディスカスですね、一押しのディスカス、はい、なのでちょっと無理言ってご紹介してもらおうと思いまして、はい、店長のディスカス、はい、以上です、お願いします、こんな感じでですね、入門用にもうアルビノシルバーのアロワナですね、はい、置いてるので始めやすいお値段にもなってますし、はい、おすすめです、9000円、はい、確かに今日見たアロワナで一番安い、一番安いですね、今日見たアロワナで一番安い、9000円、1万円以下なんで、1万円以下切っちゃってるんで、今まで、はい、200万とか超えたアロワナを切ってましたけど、なんとこちら1万円切ってた、でも可愛いもんですよ、まあ、こんな感じで、はい、はい、たくさんね、その他にもここでお知らせが2つあります。1つ目はアロ78訪問記念ということで、バダスさんにステッカーをお渡ししました。先着20名様、生体ご購入の方にプレゼントです。持っているといいことがあるかもなので、ぜひゲットしてください。そして2つ目なんですけど、こちら重大イベントです。なんとアクアシャバダスさんスーパーセールが開催されるそうです。びっくりするほど大きなね、かなり大きな値引きもあるとのことで重大です。ここではまだ言えません。詳細はアクアショップバダスチャンネルにて陸の店長より発表があります。チャンネルのリンクは概要欄に記載してありますので、ぜひね、そこから、バダスチャンネル飛んでぜひ登録してください。チェックよろしくお願いします。はい、というわけでバダスさんの店内とね、陸の店長のアロワナやディスカスのご紹介でした。いや、自分的にはもうほんとね、
もうこのアロハナがすごいかっこよかったですね。なんか今まで見た本当にもうトップクラスに美しいアロハナでした。もう色もそうですけども、まあ、色もめっちゃすごいんですけども、サイズもねでかくて、5年ほどの年月が経過しているのにね、このピチピチ感すごい綺麗で、あの優雅で、まあ、見てね、まあ、伝わるかなとは思うんですけども、本当に綺麗なアロハナでした。まあ、これね本当にあの自分もこんな風なアロハナになってほしいとかね、そんな風に思いますね。非常に綺麗です。これはね、あの本当見るだけでも価値があると思います。あとその大事なねお知らせなんですけども、バダスチャンネルの方であのスーパーセールの情報が、ね、更新されるそうですので、 YouTube、 あの Instagram、 バダスさんを、ね、ぜひ皆さんフォローしてください。よろしくお願いします。自分も詳しくは聞いてないんですけども、すごいねセールが行われるそうですので、ぜひね、バダスさんの SNS、 Instagram、 YouTube フォローして待ちましょう。それではまた次回の動画で会いましょう。福岡アクアショップバダスさん訪問、アロ7時でした。